さざ波に揺れるヨットのマストが長崎の海に映ります。長崎市福田本町の長崎サンセットマリーナ、1993年にできたヨットハーバーです。陸上と海上を合わせるとここだけで150隻の係留が可能です。日常の喧騒から離れることができるこの場所は人気のスポットでもあります。長崎サンセットマリーナ、潮の香りが海と人とを結びます。